キリストイエス様、たくさんの天からの賛美をありがとうございます。あなたの血潮が今この地に注がれ、あなたの十字架の勝利がなっていることを主を信じます。どうか近づいている台風の目にあなたの血潮を注いでください。どこにも被害がありませんように。今日の夕拝のすべてをあなたの御手に委ね感謝します。キリストイエス様の御名によって、アーメン。こんばんは。今日は10月第一礼拝で発売される鳩賛美集16から新曲の夕べをしたいと思います。先ほども言われましたが、この16集は1ページ目 H 番号1500番、聖なるかな15があって、それ以降アレルヤの1から94まで全てアレルヤ曲となっています。楽しみにしていてください。もう本当に昨年のね、6月から始まったアレルヤの洪水はもう今もとどまることがありません。この16集のタイトルはアレルヤ・オブ・ザ・チャーチ・オブ・ザ・ウィンド、
風の教会のアレリアです。この原稿を印刷会社に渡す前、三津子さんに祈ってくださって、三津子さんが祈ってくださった時、私の喜びだよと主が語ってくださったそうです。解き明かしです。一つ一つのアレリアは私の喜びである、私の喜びに変えるアレリアである。私たちの目がどんな時も主を見て主を喜び褒めたたえることは本当に主の喜びなのだと思います。今回はたくさんのアレリアの中からある特別な場面で響いていた賛美をたくさん紹介したいと思います。昨年アレリアの洪水が始まると同時期、三津子さんは目の手術のために入院されました。大変な手術に向かい、三津子さんも不安になっておられましたが、その時主はたくさんの賛美を与え、慰め励ましておられました。今回この礼拝を祈っていて、本当に白い鳩が三津子さんを通して私たちみんなのところに下ってきたように、三津子さんの目の癒しは私たちにとっても大きな癒しだったんだと分かりました。私たちの霊の目が癒され開かれるとき、最も大事なこと、主の愛が見えるようになるからです。新曲が多くて今日は歌えない、一緒に歌えないって思うかもしれませんが、YouTube でまた賛美の頭出しができるようになりますので、ぜひまた動画を見て歌ってもらえたらと思います。では、再現ドラマのように時間の流れを追って三津子さんの言葉や主の語られた言葉などを入れながら、その、手術の時のことを賛あに与えられた賛美をしていきたいと思います。2021年6月14日、三津子さんの目が調子が悪くなって病院に検査に行くというところから始まります。主と三津子さんとの対話です。目が見えなくなったら困ります。私を見るだけでよい。どんな時も私が共にいることは見えるだろう。目が見えなくても私だけは見ることができる。見えないものも私を見ると見えるようになる。耳が聞こえなくても賛美はお前と共にある。私の声を聞くことができる。口が聞けなくても私を語ることができる。どうでもよいものを見、どうでもよいことを聞き、どうでもよいことを語るのは、目を耳を口を失うようなものである。そして約1週間後の6月20日、癒し礼拝の朝、大きなケルビムの雲が現れました。その写真が紹介されています。この写真です。その礼拝後の祈りと賛美の時に語られた主の言葉です。目の前のことに動かされるな。目の前のことに動揺しすぎるな。私がいる。私が十字架の上で癒した。その癒し礼拝の後、三津子さんは手術のため入院されました。検査で目に光を当てられた時、人の姿、
精悍な男の人の顔が見えて主だと思ったそうです。そして病室に帰ってくるなり湧いてきた賛美が先ほど賛美した血潮のアレリアでした。入院中この血潮のアレリアが何度も響いてきて慰められたと美津子さんのノートに書かれています。そしてその後メロディーとともに何も恐れることはないのアレリアの歌詞が解き明かしとして来たそうです。血潮が流され十字架がすでに勝利したと知るなら何も恐れることはない、すでに十字架の勝利の中にいるからである。何も恐れることはないのアレリアを賛美します。血潮が流され十字架がすでに勝利したと知るなら何も恐れることはない、すでに十字架の勝利の中にいるからである。血潮が流され十字架がすでに勝利したと知るなら何も恐れることはない、すでに勝利の中にいるからである。血潮が流され十字架がすでに勝利したと知るなら何を恐れることはない、すでに そして同じ日いきなりメロディーが聞こえてきた賛美が女よなぜ泣いているのかのアレリアでした。これはどうしてなのか美津子さんもわからないと書かれていました。女よなぜ泣いているのか、私が見えないのか、私はここに共にいる、共にいる。なぜ泣いているのか、私が見えないのか、私はここに共にいる、共に。なぜ泣いているのか。
そして翌日の6月21日の月曜日、朝の9時から光子さんの右目の手術でした。その時の光子さんと主との対話です。あなたが共にいてくださることは知っています。でもやはり怖いです。手術は礼拝だと思いなさい。え、死んだのだろう。え、はい、何度も死にました。礼拝はよみがえりの喜びである。手術はよみがえりの喜びなのですか。よみがえりを喜ぶことである。よみがえりの主を褒めたたえるのですね。よみがえった者たちの喜びである。何度も死からよみがえる。お前は主に向かうたびに死ぬと言ってきたではないか。礼拝は喜びであるとは、死からよみがえるからである。まず最初に私の死があった。十字架ですね。それによってすべてのものは新しい命に生きる。礼拝ごとに新しくされ、新しい命に生きる。それが死ぬことである。それ以降、時折恐れが来ると面白い声がするようになった。主よ、ちょっと怖いです。本当の本当は。この同じ日の朝、手術のことを思った時、愛の中へのアレルヤという賛美が響いてきて慰められたと書かれています。愛の中へ、愛の中へ帰れ、愛のうちに生きよ。愛の中へのアレルヤです。愛の中へ、愛の中へ、手術1時間前、賛美が響き、病んでいる人への祈りだと思ったそうです。私の愛を信じなさい、愛を信じなさい。私を信じることは愛を信じることである。私はお前を愛している。愛を信じなさい。愛を信じなさいのアレルヤです。私の愛を信じなさい。
そして手術が終わり、絶対安静の1時間が終わったばかりの時、術後最初に与えられたアレリアが感謝して主にアレリアでした。感謝して感謝して主にアレリア、神様ありがとう。感謝して主にアレリアです。感謝して主にハレルヤ、ハレルヤ。神様ありがとう、ありがとう。
そしてその日、手術が終わりましたとピーター先生にメールしたら、嬉しい嬉しいと返事が来たそうです。その時、嬉しいのアレルヤが生まれました。そして6月26日土曜日、退院の日です。手術を終えて兵庫医大を退院する日の朝、朝のアレルヤが生まれました。朝のアレルヤ、日は昇る、主の光全地に満ちる、朝のアレルヤです。Thank you.
この後皆さんがよく賛美されている癒しの光にアレリアが与えられています。今日はちょっと賛美はしませんが、6月21日に1回目の手術をされてから、光子さんはその後2回の手術をされています。ハトノートに、前回の手術の時は怖かったし心配もしました、その度に本当の本当は、本当は怖い、でも本当の本当は、主よあなたがおられるから怖くない、こんな会話を繰り返しましたと書かれています。これから賛美する本当の本当はのアレリア、この新曲楽譜チェックを立体賛美でしたんですけれども、先ほどもちょっと聞いてもらったように、本当の本当は、本当の本当はっていう声がもう何重にも何重にも重なって、なんか本当はの洪水みたいになった時、私はそれまで自分が何を考えていたんだったのか吹き飛んでしまって、あれ私今何考えてたんだったっけっていう、本当にそんな状態になりました。私たちは何かあるとすぐもう自分の思いにとらわれて主から目を離してしまいますが、この本当の本当はと主に優しく何度も何度も問われるとき、まるでなんか心の中が遠心分離機でこうぐわーっと回されて、なんか本当に余分なものが吹き飛んで、全部それらがね十字架に帰っていく。そして私たちの一番奥の奥にある霊の本心が見えるように、自分自身がその本心に気づくようになるのだと、この響きの中で思いました。この歌詞の通り、悲しみも痛みも病も不安も恐れも後悔も孤独もことごとく共に十字架につけてしまわれた。だから本当に何も恐れることはない、大丈夫という確信だけが残るのだと、私ははっきりと知りました。この賛美は本当にすごい力があるなと実感しています。光子さんも、弱っている人がこれを聞いたら元気になるねと言われていました。もうなんかこう自分でこの思いを何とかしようとか、もう本当にそんな自分の意志の力やもう信仰の力でとか、もう頑張らなくてもこの賛美の響き自身が働いてくれるという感じがします。十字架は完成している、そこに立て、一番大事なものを見て喜びに生きよという主の願いだからだと信じます。今回こうして時系列で見ていくと、主が光子さんを、いえ何かあるとすぐに不安や恐れの中に入ってしまう私たちと共に、いつも共にいてくださることがよくわかります。主の声を聞いて、いつも本当はに立ち、そして主に出会った時の喜び、その原点に帰り続けていきたいと思います。そして肉体の目は年を取ると見えにくくなってしまいますが、霊の目は賛美の響きの中で新しくされ、どんどん癒されて見えるようにされます。本当に十字架の
地上から生まれた賛美の響きに感謝です。では、本当はのアレリアの1と2を賛美隊に立体してもらいます。まず聞いてください。では皆さんと一緒にこの本当はのアレリアの1の方を一緒に賛美したいと思います。難しい途中から賛美隊がまた本当の本当はって立体を入れますので、もう訳が多分分かんなくなると思うので、もう本当の本当はっていうのだけ繰り返してもらっていいと思います。
キリストイエス様、いつも私たちに本当の本当は、そう優しく聞いてくださっているあなたの声が響きます。痛みも悲しみも不安も孤独もことごとく十字架で終わっている。主よ、ありがとうございます。あなたと出会った初めの愛の喜びに私たちは帰り続けます。主よ、この賛美の時を心からありがとうございます。あなたの喜びが全地に満ちますように、すべてを感謝してキリストイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。